さて次どこ行こうか。次あとどこが残ってるんだっけ。上のとこと人魚、うんうん、と展示室、うんうん、と資料室。資料室ってなんだろう。あ、資料室があれかな、守るリンリンで、展示室まどかちゃんじゃない、うんうん、あーそうかもね、なんか写真展みたいなさ。え、じゃあ展示室行きたい。オッケー、展示室行こう。この先に行ってみる。行ってみる。彼方なんだねこれね、思った。彼方なんだ。あー、あれか、流されるプールだったからかな。あーそっか、うん、もうやめてくれ。確かに今のところお前たちは無事でいる。でもそれは運が良かっただけだ。さあ今からでも帰れ。そんな後ろ向きな考え方、全然アルティメットじゃなくない？お前の悪夢なんか全部破ってやるよ。お前こそ帰ってこい。無理だ。だってマドカはもう帰ってこない。ビンゴ。先生にふさわしくない俺が先生になったせいで失敗させてしまった。ああ。流されるプールへの挑戦なんて俺が力ずくで止めるべきだった。どうせ転ぶって分かってるのに挑戦させるなんてひどいことだ。ごめん、マドカ。ごめん。マドカちゃんも救い出したいけど、うん、ゆずりはちゃんなしでいけんのかな、うん、っていう。そうだよ。あ、うわ、っていうかさ、ゆずりは先に攻略するべきだったか、これもしかして。あ、でもどっちもどっちだよね。ねえ、いやまどかちゃんがいてからゆずりはちゃんなのか、ゆずりはちゃんがいてからまどかなのか、ちょっと微妙だよね。確かに。どっちだろう。あれは僕のせいでしょ。ゆう先生には関係なくない？そんな風に無理にかばってくれたって、むしろ無視されてるみたいで全然嬉しくないよ。あ、かなた。うわ、自主的に行ったの、えらい、すごいね。仲間のためにってずっと一人で行動してたコウモリさんチームなのにね、うん、ねえ、うん、うわ、なんか気持ち悪い、うん、色がえぐい。あれ、ここって流されるプール。そこはユウくんの悪夢の中だよ。悪夢？見た目は見たことのあるアトラクションかもしれないけど、中身はユーロピアの深いところそのもの。シンタくんたちがこの間までいたカエル卵の内側とほとんど同じ場所だよ。それってちゃんと帰れるの？いや、そんなこと君に聞くだけ無駄か。ユウくんはその中でずっと後悔してるの、まどかちゃんのこと。自分の間違いを忘れないようにしているのか、あるいは自分も流されるプールで苦しめば罪滅ぼしになると思ってるのかもね。わけわかんない。ここが悪夢の中の流されるプールなら、ここにいなきゃいけないのは僕だね。あの時は私に騙されちゃったもんね。もう君の言うことは聞かない。僕がここからマドカを連れ出して、こんな悪夢なんか終わりにしてやる。うん、ま、せいぜい頑張ってね。きっとあのボールの中にはまだマドカのカメラが混ざってるはずだ。それさえ撮れれば。ミニゲームだね。ボールズなんちゃらって書いてあった。あ、来た来た来た。あ、そっち行くんかい。で、あ、そっかそっか、近づいてきたら撮るのか。うん。チケット今更もらってもっていう感じがすごいするけど。本当だよ。あー、外れ。あ、あのキラキラボールじゃない？あ、タイミングよく押せね。
はい。ナイス。よっしゃあ、このボールの中身。まどかのカメラだ。まどか、いるんでしょ。ほら、君のカメラだよ。いいんですよ、もう。まどかちゃん。珍しい組み合わせ。ね、ここの会話ってあんまイメージないな。うん。ここって本当にカエル卵の内側なんだ。私にはもうカメラは必要ないです。暇があればバズりバズりの君がそんなことを言うなんてね。私が本当に大事だったのはバズりでもカメラでもなくてそこに映ってる。だからもうバズりはいいんです。自分がいいと思ったものを自分の中に取っておければそれで。でもさ、いいものってみんなでシェアした方が楽しくない？僕と日向の二人だけの世界も楽しかったけど、それよりいろんな人をからかった方がもっと面白いんじゃないかって気づいたんだよね。一人の世界に閉じこもってないでさ。うわぁ。ゆずり肌ってきっとどこかでまどかを待ってるよ。ゆずりはちゃん、ゆずりはちゃんをまた取れるなら。いえ、それが私の悪い癖です。私はずっとバズることばかりを考えてあれもこれもネタにしてきたんです。あなたのいたずらよりずっとタチが悪いですよ。そんな私がゆずりはちゃんにカメラを向けるなんて失礼です。わかってないな。誰かもわからない人からのいいねはもういらないんでしょ。じゃあ自分が撮りたいものを撮ればいいじゃん。ゆずりはは嘘をつかない。僕と違ってね。そんなゆずりはがいつも君の写真をいいって言ってるならそれが全てじゃないの。確かにゆずりはちゃんは私の写真を褒めてくれますでしょ。それともまどかは、ゆずりはちゃんがいいと思ってるものなんて信用できないって思ってるのかな。あ、そんなことは飛ばしちゃった。ちゃんと僕は見てたから大丈夫だよ。よかった。バズるためにジタバタしなくったって、ただ君がいいなって思うものを撮りなよ。あ、かけてあげた。あ、はあ、まさかあの彼方に説得されるなんて意外です。説教しちゃダメや。やべ。もう僕だって間違えたら反省するよ。偉いね。あ、ちょっと今撮ったでしょ。いい一枚が撮れる気がしたので。でもやっぱり私が一番撮りたいのはゆずりはちゃんです。私、みんなのところに戻ります。バッドエンドはバズりませんし。うん。いや、いいね。ねえ、いいね。いや、ね、これ、ゆずりはのところに行くの楽しみだな。まどか。あれ、私、いつの間にか元に戻ってる。破れたみたいだね。よく戻ってきたな、まどか。
またみんなで遊ぼうぜ。落ち込んでるのはらしくなかったですね。私は私がいいと思うものを取って取って取りまくるだけです。よし、偉いぞまどか。おかえり。偉い。あと3人次はじゃあそのまま人魚行きたいわね。行きたい行きたいね。でもハヤテくんが行くよね。行くのはさすがに最初の人、うん、ハヤテとマドカが来てくれたらめっちゃいいね。マドカ行ってくれ。行ってほしい。やっぱりみんなの気持ちさえあるならカエル卵の殻なんて破れるんだね。とはいえ無茶に変わりはない。油断しないでね。さあ一旦これはどうなる？優先生になる？なったね。なった。どうなってるの？みんな傷ついていたはずなのに、どうして立ち上がろうとするの？マイ、俺はどうすればいい？あの子たちを無理やりにでも保護しなきゃいけないと思う一方で、やっぱり子供って俺が思うよりずっと強いんじゃないかとも思ってしまうんだ。それはユウくんがそう思いたいだけでしょ。ほらまた悪い癖が出てるよ。ユウくんは何も選べない、決められない。それにね、ゆうくん、あの子たちがいくら頑張ったところで、昔ゆうくんがした失敗は変わらないの。君は取り返しのつかない失敗をして、そのまま大人になって子供たちを間違った方向に導いてる。ねえゆうくん、君は昔何をしてしまったの？言ってみて。俺は舞を見捨てた上に、そうだよな、少なくともあの子たちと俺は違う。俺の間違いはもうやり直せない。そんなことないよ。そうでも大丈夫だよ。ユーロピアは今からでもユウくんを迎え入れてあげるからね。ユウ先生、そういえばさ、うん、うん、じゃなんか大人のマイちゃんの方と子供のマイちゃん両方出てきて最初えって思ったけど、うん、今ユウ先生のこの後悔の子供の姿と本当のユウ先生の姿がいるからさ、うん、本来は多分あの大人のアドバイスくれる方のマイちゃんなんだよね。だね、多分ね。うん。大人なマイちゃんって、生還したわけじゃないはずなのにいるってことだよね。そうだよね。だってマイを見捨てた上にって言ってたから。うん。そっちが本体なんだよね、多分。ってことは。うん。ん？いや、さっきあの、ユウ先生が、マイって言った時に、そのまま、マイゴエンって続けようとしちゃった。言って欲しかったわ、ちょっと。めちゃくちゃ僕の話と温度差あるな。それを言おうとしちゃった。あー、ごめんね。ごめんごめん。いや、めっちゃシュールだし、これ絶対ダメだと思って我慢したんだよね。我慢した、偉い偉い。さあ、人魚かな。ね、ハート増えたね。うん、いっぱいだ。今何個？行け、行こう。12個か。さあ、ゆずりはちゃんのところへ。行きましょう。人魚の間。うわぁ、やっぱりこの先に行ってみるか。行ってみる。行ってみる。お前たちがそうしていられるのは失敗していないからだ。子供のうちは分からないだろうな。たった一回うまくいかなければそれが一生ものの後悔になることもある。ならない。
そんなこと言って何もしない方が後悔するよ。子供の気持ちが分かるのがブラックのいいところだろ。ああ、いいこと言う。一緒に帰ろうぜ。無理だ。だってまだ何かが足りないんだよな。ゆずりははもう帰ってこない、うん、先生にふさわしくない俺が先生になったせいで失敗させてしまった。ああ、メリーゴーサーキットへの挑戦なんて俺が力ずくで止めるべきだった。どうせ転ぶって分かってるのに挑戦させるなんてひどいことだ。ごめん、ゆずりゃ。ごめん。あのミニゲームめっちゃ良かったから楽しみ。確かに。いや、はやてくん。バカ野郎、岡田。ゆずりゃ。メリーゴーサーキットは俺のせいでああなったんだ。だから俺が証明してやるよ。俺もゆずりはも一回転んだくらいじゃどうってことねえってな。はやて、行っておいで。行っておいで。連れ出しておいで王子様。白馬に乗ってな。かっこいいな。いいな。白馬ではなかった。ここはメリーゴーサーキット。そこはユウくんの悪夢の中だよ。悪夢？見た目は見たことのあるアトラクションかもしれないけど、中身はユーロピアの深いところそのもの。シンタくんたちがこの間までいたカエル卵の内側とほとんど同じ場所だよ。とんでもないところに来ちまったらしいな。ユウくんはその中でずっと後悔してるの、ユズリハちゃんのこと。自分の間違いを忘れないようにしているのか、あるいは自分もメリーゴーサーキットで苦しめば罪滅ぼしになると思ってるのかもね。そうかよ、うん、くだらねえ。見てろ岡田、俺がユズリハをここから引っ張り出す。せいぜい頑張ってね。うわ、追いかかれてる。かわいい。ダミダミ。カエル卵。もうお邪魔マークなんて関係ないダミ。最初から全力で追い詰めるダミ。逃がさないダミ。ふん。俺もこのまま一人でゴールする気はねえよ。このアトラクションは確か。少しの間1位で走り続ければ。全然覚えてない。覚えてない。どうやるんだったどういうのだっけ。これ加速、それ減速。あ、減速か。あ、そうそう。これが加速ね。あ、そうそうそう。オッケーオッケー。頑張れ。頑張るけど、しゃべ、あ、タイヤは障害物か。障害物だね。青色の、はい、これ。あー、あああ今サードって出てる。出てる。ちょっとね、全然セリフ読む余裕がないわ。頑張れ。あ、ここはやばい。デミー。かわいい。流されてった。あ、でも今2位になったよ。いいぞ。あともう1人。いや、でも加速取れないわ、ちょっと。この調子でもっと加速する。あ、とりあえず減速しなければ。うん。あ、ここで取れるんじゃない？今半分来た。よし、OK。OK、ナイス。あと半分。ほいほい。いいね。ちょっとコツ掴んできたんじゃない？思い出してきた。わぁ。あぶねえ。めちゃくちゃギリギリ。ふわぁ、あー、取れねえ。わぁ。くそぉ。どこのレーンに流れてくるか見づらい。あわざわざ避けてしまった。デアミー、流されてた。1位だ。よし、1位だ。少しの間キープだ。楽勝だ。よし、加速。もうあとちょっとでゴール。問題はここからだが。よしよしよし、オッケー。オッケー。中間発表デアミー。
今1位の人には無敵バリア1回分プレゼントでやみ。おう、よし、無敵バリアだ。1回だけ何があってもバリアが守ってくれるボーナスでやみ。いいぞ。なるほどな。うわー、増えた。無敵バリア1回分じゃ何もできないでやみ。スペシャルモード解禁。何それ。さらに加速するでみ。うわ、ビジョンいいな。かわいい。わあ。お手手出てきた。いや焦らなくてもすぐに追いつかせてやるよ。いい。あ、これゆずりはちゃんなの。はっ、そういうこと。ただし用があるのはお前らじゃなくてお前らの中のやつにだけどな。はっ、うわかっこいい。かっこよすぎるでしょ。どういうこと。はぁ、よ、かっこいい。もうかっこいい。ゆずりは、はやてくん、どうしてここに。いや、それよりなんであんな無茶を。無敵バリアがあっても事故になるところだったよ。無敵バリアで一回助けてもらった借りをまだ返してなかったからな。返しに来た。はやてくんはすごいね。一人で何でもできちゃうだけじゃなくて私を助けに来る余裕まであるなんて。それに比べて私なんて口だけで一人じゃ何にもできなかった。自分がダサいって分かってたのに最後まで意地張って、ほんとダッサ。メリーゴーサーキットで意地張って先にミスしたのは俺だ。俺が今こうしてられるのはお前が俺を助けてくれたからだ。感謝してる。それにダサいのは俺も一緒だ。そんな、ハヤテくんはダサくないよ。ダセーよ俺は。ここまで来てこれ以上何言えばいいのかわかんねえ。やっぱなかなかシンタみたいにはできないもんだな。ううん、ハヤテくんの凄さはシンタとは違うよ。え？ハヤテくんのすごいところは人を引っ張るカリスマとかスター性だと思う。周りを巻き込んで仲間を作れるのも確かにすごいけど、私もみんなもハヤテくんが一人でいろいろできて頼りになるって分かってるから、みんながハヤテくんは別に怖くないって分かればあっという間にみんなのリーダーなんじゃないかな。だから、はやてくんさえみんなに心を開けば。あ、ごめん。こんな私が偉そうに。いや、いいんだ。俺のことよく見てんだな、と思っただけだ。まあ、その…これじゃ、どっちが助けに来たんだか。じゃあ、できるようになっていこうぜ。一緒に。ああ、やばい、カモン。プロポーズ？プロポーズしてる。え？早く付き合え。え？誰にでも心を開いて素直になれるなら苦労はしねえよな。俺たちは同じ。そういうのがどうも苦手なタイプだ。
でも頭で分かってんのに、いつまでも意地張ってるのはもっとダサいってことだけは分かってる。お互いそこまで本心がバレてるならもう失うものはねえだろ。はっ、来てくれた来てくれたよ。うん、お取り込み中のところ失礼します。まどか、お前せっかく助かったのになんでまた入ってきてんだよ。確かに私も悩むゆずりはちゃんをどうにか励ましてあげたいと思って、二人きりのところ悪いなと思いつつ来てしまいました。ねえ、ちょっとねえ、お邪魔だったかなみたいなそんなことはないんだけどいやいや、二人のショットを撮ってもらおうよ。ねえ、ツーショット撮ってもらったらいいんだよ。じゃあ、そうだよ。二人きり、それがなんだよ。いいの、なんでもないからあー、もうダッサダサくない。あ、いや、ダサい、でもそれもいいどっちよ。どっちもです。私はダサいゆずりはちゃんもダサくないゆずりはちゃんも好きです。むしろダサいところも好きです。でもゆずりはちゃんが今の自分をダサくて嫌だと思うなら、ダサくなくなろうとしている、ダサくなくなろうと頑張るゆずりはちゃんも見てみたいです。うん、全部このカメラに残したいんです。あ、窓か、私だってダサいままは嫌。まだまだやりたいことたくさんあるのに、こんな殻の中じゃ何にもできない。今少しくらいダサくても、それも踏み台にして、いつか強くて自立した私になりたい。いつか自分の気持ちを素直に伝えられるようになりたいよ。だろ。ハイタッチだよ。うん。ありがとな。ありがとうございます。これちょっとずるいよな。ずるいね今のめっちゃ良かった。ちょっと頭抱えちゃったイケメン良すぎ。ゆずりはだ、あれ、私借りは返したぜ。ゆずりはちゃん、よかった。今までで一番文字がでかいなんか心配かけちゃったみたいね。その、ごめん。でももう私、自分に嘘はつかないから。みんな、行きましょ。あー、おかえり。あー、なんか、はやてくんの隣にゆずりはちゃんがいるのも、もうすでになんか、てい。もともとこの配置だったはずなのに。うん。あー。ありがとうございます。セーブ。はい、体力が一つ増えた。おお、いっぱいだ。よかった。さあ、最後、あれ違う、最後じゃない。あ、最後か。資料室は行ったもんね。あ、行ったっけ。あれ、え、誰だっけ。あれ、窓か。あ、資料室が行ってないんだ。あれ、他は全部行ったよねちょっと待って、もう僕記憶なくしてるかも。そうだよね、資料室行ってないよね。資料室だけ行ってないんだわ。うん、行ってないわ。あ、そっか。資料室が守るとリンリンなんじゃねって言って、
うんうんうん、後回しにしたんだったな。あ、そうだね。よし、この先資料室行きましょう。やっぱそうだよね、はい、この先に行ってみるか。行ってみる、行ってみる。待ってろよ、守るリンリン。お前たち怖くないのか、それとも本当に分かってないのか。子供は無力で弱い存在なんだ。そんな無理をしなくてもいいんだ。俺が全部やるって言ってるのに。ここまで来たらもう扉を開けろなんて言わねえよ。一度は脱落したやつも入れて全員であの扉をこじ開けてやるからな。そうだそうだ、先生のこと迎えに行くからね。無理だ、だって守とリンリンはもう帰ってこない。先生にふさわしくない俺が先生になったせいで失敗させてしまった。ああ。ブロックアンサーへの挑戦なんて俺が力ずくで止めるべきだった。どうせ転ぶって分かってるのに挑戦させるなんてひどいことだ。これマジで衝撃だったよな、ブロックアンサー。うーん、辛かった。ごめん、守れ、リンリン、ごめん。いやー、まだ序盤の方だったしな。そうね、でもヒーローを守るために、ヒーローであるためにだよ。そう、それがいい、うん、待てブラック、いいそれがいいいや、よくないけど確かに俺たちはすぐ転ぶけどちゃんと起き上がれる。守るとリンリンだってきっとそうだ。そうなのら、あ、二人が行くんだ。二人か。あ、僕たちまだ成長中なのら、最後まで僕たちを見るのら。行け行け。あ、おい、セーブじゃ、セーブじゃ。うわ、来ちゃった。おお、そういえばあれ2人組だったもんな、ブロックアンサーは。あ、そうだそうだ、確かにね。え、デミたち何この回ってんのはこれはなかった気がするな。ないねこんな可愛いの。うん、ここはブロックアンサーなのら。そこはユウくんの悪夢の中だよ。あ、悪夢だと？見た目は見たことのあるアトラクションかもしれないけど、中身はユーロピアの深いところそのもの。君たちもこの間までいたカエル卵の内側とほとんど同じ場所だよ。君たちもになるんだね、ここがね。うんうんうん。え、入っちゃってよかったのら？さあ、知らない。ユウくんはその中でずっと後悔してるの。マモルくんとリンリンちゃんのこと。自分の間違いを忘れないようにしているのか、あるいは自分もブロックアンサーで苦しめば罪滅ぼしになると思ってるのかもね。 BGM が速くなってる、怖い。うん、そんなの何の意味もないのら。あ、BGM 何これ、めっちゃかっこいいね。ね、ブロックアンサーのアレンジかなぽいよね。うん、シンタ大丈夫なのら、震えてるのら。いやー、ここでヒーローが、うん、戦隊が大好きなのだーれだからね。うん、無理もないならブロックアンサーはシンタにとっての一番のトラウマだから。大丈夫だ、俺は今度こそこのアトラクションに打ち勝って二人を救ってみせる。だって俺はヒーローだからな。シンタ行くぜ、渡る。うん、ま、せいぜい頑張ってね。それではボーナス問題でみ。ダンジョンボックスの中ではなく、特等席で答えてもらうでみ。正解すれば100点、不正解ならマイナス100点でみ。守るとリンリンはどこでみ。はぁ、あ。
どこで見て。あの回ってるやつのどれかなんだ。ああ、なるほど。見た目だけじゃわからんな。うん。この中に、マモルとリンリンがいるってことか。むむ。一体どれが、ノーヒントじゃ無理なのら。マモル、リンリン。いるなら返事をしてくれ。デミ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 。はあ。あ、うわあ、そうか。おいお前ら、戦隊だけが知ってる秘密の合言葉は。そうか、マモルとリンリンしか知らないことを聞けば。なるほど、そうきたデミ。でもワン・フォー・ファイブ、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 ワン・フォー・ファイブ。そっか、どのタイミングで知ったんだ。そんな質問じゃ見破れないデミ。そんな合言葉全然秘密じゃないデミ。いやー、秘密なんです。うむむ。やっぱり全員迷わず答えたか。あ、なんか逆にこれ全部偽物。うんだ。言わない気がするね。そう、秘密だから答えは秘密って言って答えなかったもんね。え、でもじゃあ逆にどこにいるんだ。まずじゃあこの中にいないということはどこだろう。分かんなかった、うん、よし、答えが分かったぞ、渡る。え、あ、まさか。そのまさかだ。何をブツブツ言ってるデミ。さあ、問題の答えはそろそろ回答時間が終わるデミ。答えは秘密だ。ええマモルとリンリンはな、間違った、デミになっちゃった。マモルとリンリンはな戻っちゃった。ヒーローとして最後まで合言葉を守ってこの下に落ちていったんだ。だからペラペラうるせえお前らの中にあいつらはいない。聞こえてるか、マモル、リンリン。今からそっちに行くからな。なるほど。あ、落ちるんだ。え、それって、あ、うわー、どうにでもなるのら。ヒューンヒューン。あー、でもちゃんと、よかったよかった。危ない危ない、これ現実だったら危ないぜマジで。ぐちゃ、嫌な音。あ、もうなんかさっきもあったなこれ。来れたね、ここに。うん、ちびりかけたのら。でも見つけたぞ、マモル、リンリン。シンタくん、ワタルくん、お前ら、よくあんな怖いことやったな。あんな無茶して、あのまま本当に下まで落ちちゃったら、どうするつもりだったの？どうして戻ってきたんですか？二人とも殻を破って、ここを出たばかりなのに。そんなの決まってるだろ！ワン・フォー・ファイブ！一人は五人のために！だからだ。僕たちはもうブロックアンサーで一生分の勇気を使ってしまったんです。これ以上は立派な戦隊ではいられないから、
シンタ君に助けてもらう資格はありません。そんなの関係ない。ワンフォーファイブなんて合言葉、俺の頭じゃ考えつきもしなかった。一人は五人のためになんて意味、俺のハートじゃ大事だと思えなかった。今ならわかるぞ。145を生み出して守ったお前たちは、すごいヒーローだ。私たちがヒーロー？そうなのだ。ブロックアーサーでの守るとリンリンは本当にヒーローみたいだったのだ。本当にそうでしょうか。僕は先の悪いことばかり考えて、なかなか前に踏み出せない。そんなヒーローいませんよ。私たちシンタ君と違って臆病だから。ああ、もう見てられませんね。マドカ大活躍。マドカいっぱい出てくる。めっちゃ来る。ね。マドカ君まで。なんだ、お前まで来たのか。危ないぞ。だって放っておけないじゃないですか。マモルとリンリンが自分のことを臆病、臆病って。で、でも本当のことだし。一番の臆病だったのはシンタ君だからな。なんてこと言うんですか。いや、今はね、違うよ。そうだね。臆病なんて言い方すんなよ。それを言うなら、俺だって本当はずっと臆病者だ。そうだね。うん。それに先にいろいろ考えて迷えるのは立派な優しさだろ。シンタにはない強さなのだ。なんか引っかかる言い方だけど、実際その通りだ。守る。お前が俺をヒーローだって言ってくれたのと同じで、俺にとってお前はヒーローだ。僕がシンタ君のヒーロー。大事なのはハートだよな、リンリン。うん。戦隊でも戦隊じゃなくても関係ない。俺たちは高め合う対等なワンフォーファイブな友なのだ。俺もお前たちに勇気を分けられるよう頑張るからさ。だからこれからも俺にお前たちの優しさを分けてくれ。一緒に帰るなら。シンタはちょっとアレなところもありますけど、でもシンタがいなきゃこの5人が集まることもなかったと思っています。せっかくだし、またこの5人でワイワイやりましょうよ。そうですね。僕もまだまだ皆さんと新しい世界を見てみたいです。変わったね、シンタ君。私も変われるかな。変われるなら、だって俺たちはまだまだ成長途中だからな。帰るぞ、みんな。戦隊5人揃ったよ。あー、帰ってきたね。守る、リンリン。これは私たち元に戻ったの。よっしゃー、なんのらこれでいつものヒーロー戦隊が全員揃いましたね。人数増えたな。いや、いっぱいいるね。ワンフォーファイブ、一人は五人のために。僕たちがこの言葉で支え合える限り、僕たちは何度でも立ち上がれます。殻の中でいじけてるだけじゃ
ピッピーと出会う前のキラッとのままだよね。私たちみんなみたいに強くないけど、それでもまだ頑張りたいよ。おお、全員揃った。揃った。今ライムちゃんとルミ先生がけピンクなのが気になるけど。まあ今はちょっと出会えないからね。ねえ、もう外出ちゃったからね。ここにいるわけじゃないから。これででもいけるんじゃないか。ね。これでタイム耐える卵逆だし逆ですね。これでカエル卵になっちゃったやつらは全員戻ってきたんじゃないか。いやー、どうもお騒がせしました。すごいすごい。これであとは優先生さえ戻ってくれれば全員で脱出するのだって夢じゃないよ。これだけ人が集まってんだ、今ならあの大扉だって開けられるかもしれねえ。あの奥に岡田先生が。みんなで扉を開けるなら行くぜー、行くぜいっぱいいるいっぱい、なんかすごい違和感あるね多いね今度こそやってやろうぜ。今度こそみんなで力を合わせて開けるなら。かわいいみんなかわいいねえ、15人か。それじゃ準備はいい？せーの、いけー、長押しじゃん、こじ開けろ。15人もいるんだぞこっちは。そうだよ、あ、結構余裕なんじゃないか。ね、もう半分切った。うん、あ、でもなんか意外とギリギリ。おおおお、あ、いや、勝てる勝てる、いける、よし、壊せ、全員の力を合わせて、やった、開いた。あ、開いた、よっしゃー、よっしゃー、なのら。ったく、苦労させやがって。この奥に、ユウ先生が。そうみたい。早く、そんなに後悔しなくていいって、教えてあげなくちゃ。そうだそうだ、俺たちはここにいるぞ。行きましょう。全員揃ってな。やった、嬉しい。あと BGM がいいね、激アツ展開ですわ。じゃあ進むか。進みましょう。ゴー、準備はいいな。あー、もうラスボス前じゃんこれは。進む、行こう。ユウ先生めちゃくちゃセーブ刻ませてくる怖いよー、多いな。いたー。ブラック。死んだ。それにみんなも。よかった。どう？確かに私たちまだ子供だけどさ、ユウ先生に心配されるほど弱くないよ。みんなちょっとくらい転んでも全然大丈夫だよ。そうですよ先生。先生心配しすぎ。私たちまだまだ頑張れるよ。みんな、それでも、それでも俺はダメなんだ。俺はみんなとは違う。俺はみんなみたいになれなかった。失敗したまま先生になってしまった。無責任でダメな大人なんだ。ああ、ユウ先生の場所。なるほど、過去のユーロピアに行くことになるのか。そうなりそうだね。
みんなとは帰れない。あ、はあ、飲み込まれてしまった。ブラック、俺がライバルと認めたやつが勝手なことばっかり言いやがって。岡田先生に感謝すること、感謝するほどことは山ほどありますが、ダメだと思うことなどありません。そうです、ユウ先生は僕たちの多様性を最大限に尊重してくれたじゃないですか。ユウ先生くらいあれこれ許してくれた方が僕はやりやすいんだよね。クスクス。なあ、多様性はよくわかんねえけど、ユウちゃん先生はガミガミうるさくないから好きだぞ。だっさ、多様性ってのは自分らしくいるってことよ。かわいいなこの顔。うん、さすがゆずりはちゃん。行こ、これが最後の悪魔だよ。全員でな。よっしゃ行こう。ゆう先生帰ってこい。うわ、な、なにこれ、なにこれ、どういうこと。うわ、風、なにこの風。これまでの悪夢と全然違う。気をつけないと吹き飛ばされそう。それだけ彼が強い意志で殻の中に閉じこもっているので、誰も寄せつけずに自分を否定するために。確か先生言ってたよね、昔ユーロピアで取り返しのつかない選択ミスをして大事な友達を失ってしまったって。きっとそれが先生の一番の後悔なんだ。言ってた。でもそんなの私たちじゃどうしてあげることもできないよ。確かに彼の過去はあなたたちではどうすることもできない。でもあなたたちは今の彼を先生失格だとは思わないのでしょ。もちろんだ。もちもちなのら。だったらその思いをぶつけなさい。だって今の彼は子供じゃない。もうあれから17年を生きて大人になったみんなの先生なんだから。舞ちゃん、なんで17年前に行ったって知ってるんだい。一緒にいたからだよな。とにかくブラックのところまで進むぞ。全員ぶっ飛ばされないようにな。おわ、ゆっくりしか進めない。頑張れ。なるほど、頑張れ。風が強くなった。体力が奪われていく。国風服、あー読めない。あだんだんその四字熟語。あ、ね、あもう強い。全然進まん。進んでるのかどうかすら怪しい。うわ、いや、やばい。壁がある。これは壁、うん、から先生はこの奥ですよね。気合を入れ直すぞ。頑張れ。よいしょ、こらしょ、どっこいしょ。こんなものはぶち破るだけだ。ぶち破るのなら言えてない。ぶちやるるになって、ぶちやるるのらのらやばい。ほら、大丈夫。岡田の殻硬いな。硬いね。硬いけどこんだけライフあるからいける。大丈夫。オッケー、オッケー。よっしゃ、どんどん行くなら。行くぞ。風が弱まった。よし、お、いいね、歩きやすくなった。風が強くなった。まあ、ダメだ。大方、勝手に後悔してんじゃねえ。頑張れ頑張れ。あー、負けるな。頑張れ。また絡まるのかな。
みんな頑張ろう。あった。ああまだある。お、またギガントだからば。うん、腹なんていらないよ、ユウ先生。みんな気合い入れ直そう。入れ直すぞ。おお。ああ。頑張れ。先生怖くないよ。マリアのセリフを飛ばしてしまいました。頑張れ。どんどんでも壁分厚くなってるね。さっきよりもハートの消費が。うん。いいぞ。いいね。ひーちゃんもみんなもさすが。マリアもね。進むぜ。オッケー。いいぞ、今のうちだ。うなんかもう画面か、あれあれ、う押し込む指に力が入る。頑張れ。いけるいける。なんとか殻までたどり着け。一緒に帰ろう先生。うわ、3個になった。分厚い。あ、本当だ、また殻だ、うん、もう何回やっても同じだから。共に行きましょう、岡田先生。ライムさんもルミ先生も待っています。皆さん、今一度力を使うぞ。オッケー。先生にも僕たちにも殻なんて必要ないよ。岡田、お前はお前のままでいい。いや、君がそれを言うのがね、うんうんうん、いいね。ね、二人も待ってるよ。そうだよね。ルミ先生の幼児対抗が解けてくれてるといいんだけど。あ、そう、そういえばそうだった。そうなんですよ。いっけー、いっけー。さあ、どうなる。おお、みんなで囲んでる。うん。ブラック。ありがとう。ブラックは、俺が英雄シアターに挑戦した前の夜、俺のヒーローごっこをやめさせて、無理やり脱出させることもできただろう。でもそうしなかった。だからありがとな。よしてくれ。あんなの結局自分の期待をシンタに押し付けただけだ。俺が子供の可能性を信じたかったから。だからシンタが脱落するかもしれない危険を分かった上で。だからなんだ。俺は嬉しかったぞ。ブラックが俺を信じてくれて嬉しかった。そんなのはたまたまだ。だって俺は失敗したあの日からずっと何も選べないダメなやつで。いえ、僕も嬉しかったです。ユウ先生はブロックアンサーに挑戦したいという僕のわがままを聞いてくれました。私も、マモル君はともかく、私なんかよりクイズが上手な人はいっぱいいたけど、先生は私も参加させてくれた。でも、マモルもリンリンもブロックアンサーでは結局、あの時は結局ダメだったかもしれないけど、でもまた立ち上がれたのなら、マモルもリンリンも僕もシンタもあれくらいへっちゃらなのら、うん、俺ももう大丈夫だ。寂しくなっちゃうこともあるけど、みんな一緒なら我慢できるぞ。
一回失敗したくらいでうじうじしてる方がダサいのよね。むしろいい勉強になったくらいよ、私たちにとって。転んでみないと気づけないものもあると思います。そんなこと、私たちに何もさせない過保護な優先生なんて気持ち悪いって。いつもルミ先生に目ってされてるもんね。私もライムさんも物事を押し付けず個々の判断を見守ってくれるこれまで通りの岡田先生を信頼しています。そうそう、優先生が何にも決められないのなんて今さら何とも思わないよ。クスクス。いいこと。でも本当、私たちは先生のそういうところも好きなのよ。うわ、ま、そういうことだ、岡田。お前がどう思ってようが、俺たちはお前のやり方でいいって言ってんだから。さっさと戻ってこい。どうして？どうしてみんなそこまで俺を？先生はずっと迷子だから。みんなが迷子になった時に迷子の気持ちが分かったんだと思う。え？自分の場所はここだ、正解はここだってはっきり分かってる人にはね、迷子の気持ちなんて分からないんだよ。だって本当の迷子は自分の場所も正解も何にも分からないんだもん。自分のことなのにおかしいよね。でも先生は迷子だからこそ、正解なんてわからない、選べないって気持ちがわかるからこそ、すぐ迷子になっちゃう僕たちに寄り添えたんじゃないかな。迷子か。確かに私たちは幼く、目指すべきところも収まるべき場所もわからない迷子です。実際遠足に来たはずなのにこんなところに迷い込んじゃったわけだしな。そういえばそうだったな。ねえ、ピューロランドに遊びに来てたはずだったんだけどね。うん、確かにみんな迷子じゃん。みんなみんな迷子迷子、マイマイ迷子園だね。うわタイトル回収ここなんだ。ねいい、確かに。なんだそれ、ゲラゲラ、キャッ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 。許してくれるのか、こんな俺を。許すも何もそのままでいいんだよ先生は。一緒に帰ろう。あなたは自分の性格を否定するけれど、間違えないことが正しいなんてことはない。失敗を経て生まれた今のあなたの周りにはこんなにたくさんの子供たちが集まってる。今のあなたが生み出した信頼よ。今の俺が。でもそれでも、それでもどうしても気にしてしまう。17年前あなたが失ってしまった友達のこと。気にするに決まってるよ。だって本当はユーロピアから脱出できたのは舞だったはずなんだから。だから舞を差し置いて俺だけが未来に進むなんて。
じゃあ、よく聞いて。私はもう気にしてないのよ、ゆうくん。え？光が灯った。はっ。ええー、17年ぶりね。あなたのお友達の、河瀬舞です。どういうことだ？だって、え？舞は5歳の頃にユーロピアで。ええ。私は17年前、ユウくんの目の前で卵になった。でも、これはどう説明すればいいのか、私自身にもよくわからないのだけれど。体を置いて、精神だけがユーロピアの外に出てしまったようなの。ああ、じゃあ、ちっちゃい舞ちゃんは、体だけなんだ。体、うん。ユーロピアでゲームオーバーになったら、カエル卵になるんじゃなかったのか？そのはずだと、私も後に知った。気づけば、幽霊のような存在になって、長い時を、漠然と過ごしたから。いろいろなことを調べる時間はいくらでもあった。そうか、そんなことに。そう、それこそが俺の過ちなんだ。俺はあの時、目の前で舞が卵になって動揺してとっさに。おめでとうだみー。アトラクションクリアだみ。それじゃあ君にはメダル。こっちの卵は。やめろ。あ、こら、卵。あの子、卵を持って逃げただみ。なるほど。そのまま脱出するつもりだみ。そんなのルール違反だみ。脱出できるのは一人だみ。卵は外に出られないだみ。待つだみ。卵になった私を連れて脱出しようと。卵の殻は精神だったのかな。うんうんうん。そう、でもダメだった。カエル卵に追われる中、脱出ゲートを開くのに精一杯で転んで卵を落としてしまったんだ。はあ、わかります、その気持ち。卵にはひびが入り、カエル卵の方に転がっていってしまって、もう俺は動揺することもできずに逃げるようにゲートをくぐったよ。見捨てたんだ、舞を。卵にひびですか。ひょっとしたらそのひびが原因でそのようなイレギュラーなことが起きたのかもしれません。白身と黄身が真っ二つ。俺の代わりに舞が脱落しただけじゃない。せめて俺が余計なことをしなければ。舞はカエル卵としてユーロピアで楽しく過ごしていたかもしれない。俺の選択はことごとく間違いだったんだ。そういうことだったのね。じゃあ、それを踏まえてもう一度言います。私はもう、気にしてないよ。どうして？俺は君を救えなかったのに。私は、ユーロピアでカエル卵として生きていくのなんて、願い下げよ。それにね、ユウくん。私たちの物語はもう、とっくに終わってしまっていて、それでも、
その結果がいいものでも悪いものでも、自分が選んだものを受け止めて、前に進まなければならないの。だってあなたは、子供でも、カエル卵でもない。迷子のみんなの、先生なんだから。だから、私はここにいる。あなたも、あなたも、どちらもユウくん。私は、もう気にしてない。みんなは、今のユウくんを求めてる。だからもう、自分の選択を責めないで。帰ろうよ、ユウ先生。ブラック！岡田。俺の失敗は、俺の失敗は後悔して清算するべきものじゃなくて、受け止めて自分の一部にするべきものだったのかな。あー、確かに。見ないふりをしてこれから先も成長せずにっていうよりは、ちゃんと自分の失敗をこう認めて受け止めてあげないと、成長できないんだな。ね、きっとね。いいのか。あの時の俺を許すことになるぞ。岡田優の最後の最悪の後悔を許すことになるんだぞ。自分の選択に責任を持てるように。その結果がいいものでも悪いものでも、自分が選んだものを受け止められるように。昔の自分を閉じ込めてでも、それがなかったことになるわけじゃない。前に進んでみようと思う。そのことを教えてくれた。失敗しても立ち上がれる強さを持った。七色に輝く子供たちと一緒に。そうか。もう、俺は自分を責めなくていいのか。いいよ。ずっとユーロピアに置き去りにしてごめん。迎えに来たよ。おかえり。おかえり。ここは。おかえり、先生。まったく面倒をかけさせて。あんたが言うな。いいツッコミが入った。みんな、ただいま。おかえり。よかった。ああ、出た、ラスボスだ。まあ、まだいたんだ。ああ。本当にダメだね、ユウくんもみんなも。せっかく手を差し伸べてあげてるのにさ、こんなに暴れられちゃ守れないよ。君は誰なんだ。君は前じゃない。でも前しか知らないことを知っている。君は。そう、あれは私じゃない。でもあの体は確かに私のものよ。あの日、ユーロピアに置き去りにされた、ね。体は子供の姿のまんまなんだな。マイさんの精神は時間の経過で成長しているのに。いえ、ここはユーロピアですから、今更驚くことではないかもしれませんが。じゃあ待てよ。あれってひょっとして、ブラックの友達のゾンビ？んなわけないでしょ、ダッサ。
違ったか。ゾンビとはまあちゃうか。なわけないのよね。あれは空っぽの私の体に入り込んだユーロピアそのものよ。おお、でかい。規模がでかかった。規模がでかい。うん。まあでもそんな感じはしてたよね。うんうんうん。もうこの子が操ってる感じだったもんね、ユーロピアを。ラスボスだよもう。うん、ああ、バレちゃった。やばい。かっこいい。ユーロピア。ユーロピアで喋るんだね、これね。ね。いや、めっちゃ可愛い。好き。わかる。うん、そうだよ。カエル卵。あ、ハイデミー。ちょっとビビってる。あの子たちは全員、放っておいたらユーロピアという楽園を壊しちゃう問題児だよ。全員ダメダメの出来損ないのくせに、下手に出てたら好き勝手してくれちゃってさ。でもユーロピアはどんな子も見捨てないよ。全員捕まえてお仕置きして、ユーロピアの素晴らしさを叩き込んで、くだらない多様性なんか全部消してあげる。お、大暴走。わあ、真っ黒なオーラが出ておりますわ。ダメ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 。かわいいね。ねえ、何やらまずそうですね。どうしましょう。とにかくまずはここから離れよう。でもどうするんだろうこれ。確かに